アビスパファースト、源本田中です。岡崎選手も同期で、はい、そうそうそう、もうあいつは寮でもずっと一緒にいて、はあ、お互いめちゃ意識してましたね。へえ、お前クビになるよってずっと言ってたらしいですね。ガンガン言ってましたし、あいつ最初全然ポジションなくてサイドバックやってたんですよ。右サイドバックやってて、長谷川健太さんも絶対に戦力として考えてねえなっていう感じの扱いだったんですよマジっすかでお前どうすんのっつって言ってたんですけど、それでもやっぱまあフォワードで頑張っていくって自分の軸はもうずっとブレてなかったんで、サイドバックやってるのに普通サイドバックやされてたらもうクロスの練習とか守備の練習とかするんですけど、あいつはそれでも練習で終わった後市川大輔さん捕まえて、市君にこうクロス上げてもらっていいですか、10本だけでいいんでって言って10本蹴ってもらってシュートの練習毎日しましたね。じゃあ、ああいうがむしゃらさとかひたむきさっていうのはもう変わらず、いやもうずっとっすね、はい、もうだからそこでまあそんな意味ねえよって僕思っちゃってたんで昔は、うんうん、何やってんだこいつって。でもやっぱだんだん上手くなるし、でそのパッてチャンスの時にやっぱ点取るかもういい感じのチャンスに形になるんですよね。へえ、だからその与えられた短い時間でもフォワードって結構チャンスはもらえるポジションじゃないですか、うん、だからこうパッて使われる時もだんだん増えてきて、そしたらやっぱ練習やっててるやつがまあ同じようなシチュエーションの時に、まあ、いちくんとかやっぱ特にそういうのクロスがもうとんでもなくうまかったんで、そこでのゴールってめちゃくちゃ見ましたね後ろから。すげえ、岡崎の嫁さんをこう紹介したの僕と言っても過言ではないんだけど、あいつを作り上げたの僕でもおかしくないですよ今の岡崎慎二があるのは、あるのは本当にもう僕のおかげと言っても過言ではないです。あいつとはもう本当近所の温泉とかもしょっちゅう行って、はい、漫画喫茶で朝まで卓球してとかやってましたよ。へえ、そっか。でそっからガンバ、はい、これはどういう、ガンバに行くのが決まっ、もう本当でも清水に5年ぐらいいた時にもう僕ずっと清水でもいいかなと思ってたぐらい、本当にまあ静岡の街も好きでしたし、こうクラブのそのなんかサッカーに対する街も含めてのその情熱みたいなのはもうやっぱどのクラブよりもこうあったクラブだったなっていうのは感じてたんで、清水でずっと終われればいいなと思ってたんですけど、ただまあやっぱ監督も変わったり選手も変わったり、なかなかこうクラブがうまくいかないとかもいろいろあって、でまあもっとこうなんか清水7年入ったうちに準優勝が3回ぐらいさせてもらったんですけど、でもやっぱ結局タイトル取れなくて、だからそういうこう強いチームでタイトル取れるところに行ってみたいなっていう気持ちはずっとあったんですよね。だからまあそこでその前の僕がガンバ行く前の年とその前の年はもう名古屋からずっとオファーもらってて、でそのフィンケの時にレッズからももらってるんですよね、オファー。でそういうこういろんな結構大きいクラブというか強いチームからお話もらってる中で、まあ、いつかこうまあ清水でももちろんずっと頑張ってれば、ね、準優勝とかもあったんで、チャンスあるなと思ってたんですけど、でもやっぱまあ自信ある時に勝負したいなっていうのがあったんで、もう夏の時点で、はい、まあもうパッて、あとはまあガンバがその時にもうとんでもない勝ち点少なくて、間違いなく J1 落ちる、 J2 に落ちるねっていうシーズンだったんで、でその時の夏のこう補強で後ろと真ん中と前とっていうのを3人取るから、で僕と家永とレアンドロってフォワードのやつを取って、で後半戦ちょっと巻き返したいからっていうので静岡まで強化部長に来られて、で話直接話して、はい、でもすぐ返事したっすね、もう行きますっつって、はい、で移籍しても J2 やっぱ落ちたんですよね。そうそうそう、もう僕ら3人入った後の勝ち点的には4位ぐらいの勝ち点取ってたんですよ後半戦は。それでも全然間に合わなくて、ほんで、まあ、あとはもう僕最後のそのジュビロが最後のアウェーのあれで落ちたんですけど、その1個前も出れなかったんですよ、もう累積と
イエローカード2周目の4枚もらったら1回、はい、8枚もらったら2回なんですけど8枚目をもらっちゃって最後の一番大事な時にそのすげえもらったんですね。じゃあそういや清水の時にも換算されるんですけど乗っかっていくんだ、はい、それが2周したんですかイエロー。なかなかないっすよ。それで最後の2試合バッチって出れなくて、あで負けたのかな。あそれでもう申し訳なさすぎて、それに1個中1個勝っときゃ残留できたんで。あそれが一番もらったシーズン。そうですね、イエローカード一番多分2周したことないんで。あそう、はあ、退場はあるっすけどね、1シーズン3回ぐらいありますけど遠い目をして黄色が多いのはそうですね、8がマックスじゃないですかね。そっか、ただやっぱガンバって攻撃重視のクラブだったんで、その前にの対しての人数のかけ方ってやっぱ結構迫力持っていくんで、そのリスクを負ってカウンターの時の対処でカードもらう選手やっぱどうしようもない時あったんですが、もちろんそれは僕の能力が低くてファールじゃないと止めれないっていうシーンもありましたし、あとはまあそれじゃないと止めれないぐらいの J1 のフォワードってやっぱいるんで、だからそういう時にこうまあもう自分がイエローもらってでも失点1減らせるんだったらっていう感覚でやったプレー、別にそのガンバの方でなんかまあいらないカードもありましたけど、落ちたシーズンのところはそんななんか不必要なやつはなかったかなって、もうしょうがねえなってもらい行ってっていう感じで、まあ1点取られるぐらいなら俺のカードでっていう、はいはい、まあディフェンダーもしょうがないですよねそれはね。その感覚は結構まあしかもなんていうんですかね、そこをこう一個我慢できる選手も多分いっぱいいるとは思うんですけど、だからもう僕はもうそこが我慢できないのがこうもうちょっと上に行けなかったっていうのはもう自分でもずっと思ってる部分ではあるんですけど、ただまあまた同じこう生まれ変わってまた生まれてもまた同じことすると思うんですよね僕は。まあだから行かず行くんすよね兄貴はね。なんか、はい、その局面だけで結局ねその後に仲間信じてないとかじゃなくて、そこの局面でやられたくらダメやられたくないっていうのの判断を自分の中でこう線引きっていうのはなんかあったっすね。行かないという選択肢もあるわけですもんね。そこもちろんね、そのタイミングとねあったっすけど、ね、ただまあ本当にその時はガンバマジで勝ち点取らないといけないという状況だったんで、結構まあ貪欲にこう取り行かないとなっていうのはあったっすね。その時も長谷川健太、いやその時は松並さんですね。あそっかロペスとセホーン、っていう、 こう監督がシーズンの頭やったんですけど、すぐクビになっちゃって、で途中から松並さんがやってて、で J2 の時も松並さん、いや J2 落ちたタイミング落としたシーズンで松並さんがいなくなって、で健さんが J2 の頭からですね。そのああそっか、はい J2 からやってるっす長谷川健太さん。じゃあ岩下さんの方が先にガンバ来てた。そうっすよ、もうみんなに言われるんですけど、ね、僕がもう長谷川チルドレンだって言われるんですけど俺先に行ってんだから、ね、そっか、そうっすよ。なんか俺もなんかチルドレン感あるなと思ってたんですけど、いや全然全然です。僕が先に行ったらまたケンさんとやることになって。そっか、だって清水の時もそうですもんね。そうっすよ、先に岩下さん、そうっす、決めてて入団決めてたらもうケンさんが後からまあ上がってきた、はい、岩下チルドレンが、いやもうほんとそうっすおかしい、はい、そっからですよね、だからガンバの。そうっすね、強い時が、そう、ほんと強い時ですよね。ガンバで聞くタイトル4つですかね、僕出てるやつは4つ取ったんですね、はい、じゃあ J リーグ J1 のタイトルと、はい、今でいうルヴァンカップ、ルヴァンカップ天皇杯、天皇杯で、その次の年も2年連続で優勝したんですよ、天皇杯かな。はあ、ゼロックスも、あそうですね、ゼロックス入れたら5号ですか ね、はい、すごいっすよ。どういうチームでしたガンバは。やっとさん、まあ遠藤っすね、やっぱり、はあ、あの人がやっぱすごいっす。すごいっすか。今でもやっぱジュビロのゲームとか見てても、もうあと仲間たちもジュビロ選手たちももうやっぱやっとさん来て全然変わったっすっつって、はあはあ、ずっとこう後ろから見てるわけじゃないですか兄貴は。そうっすね。いやでもあの人フラフラっとしてるように感じるんですけど、
やっぱり意識してゲーム全体動かしたり、相手を動かしたり、自分たちのチームの選手を動かしたりっていうのはもう、いつも考えてるんだなっていう感じですね。助かる、やっぱり。いやもうもちろんボール持った時に困ったらやっとさん預けとけば何かやってくれるし、最悪ファールもらって倒れて、でもうそこからまたしっかりつなぎ直してとかっていうのもできますし、あとはまああんな感じで黙ってやってそうですけど、結構喋るんですよね、あの人って。コーチングめちゃくちゃするっす。だからやっぱそこをこう人も動かせるし、自分もこう動かないといけない時は動くしっていう。兄貴も結構シルバーコレクターだったんですよ。いやもうガンガンっすね。ガンバ行って一番最初のその J2 落ちたシーズンも決勝まで行ったんですよ、レイソルと決勝して、でそれでも負けたんですよね。絶対勝てると思ってたんですけど、内容とかもめちゃ良かったんですけど勝てなかったんですよ。俺のせいだなみたいになって。でもやっぱり優勝して、だから高校サッカーも優勝してるし。そうっすね、全然シルバーコレクターってイメージなかったんですけど。いやただまあ一番最初のそのナビスコカップのルヴァンの決勝の時はもうめちゃくちゃ嬉しかったっすね。しかもまあ僕のもうミスで開始すぐに1点、僕のなんかハンドで PK になって1点取られて、でクロスあれでポンってクリアしようとしたら、なんかかかとのイボイボみたいなところに当たって、でちょろちょろって笹尾久さんに決められて 2-0 になって、うわまたこれ勝てねえわと思ったら、そっから3点取って逆転したんですけど。それが最初のやつですか。そうそう、だからもう本当うわまた俺が健さんに怒られるわと思いながら、はい、やってたんですけど。でもまあやっとさんとかってすごいのは、2点取られても、後ろパッて見て、ケースケ3点目はなしだよっつって言うんですよ、笑いながら。全然焦ってなかったですね、あの人だけ。お前ケースケ集中してくれよっつって笑いながら言うんですよ。いやすいませんっつって。もう本当やっぱそういうクラブはなかなかないかなと思いますね。そこにこう慣れてる、タイトル慣れしてるクラブっていうか。